フランソ・ワ・アグザビエ・ロットは、フランスの指揮者。1971年、パリ生まれ。パリ音楽院で、アラン・マリオンに、フルート、ヤーノ・シュ・フィルストに、指揮法を学んだ。2000年に、ドナデッラ・フリック国際指揮者コンクールで優勝し、ロンドン交響楽団に2002年まで、補助指揮者として在籍して指揮者としての経験を積んだ。また、ジョン・エリオット・ガーディナーの助手も務めた。 2003年よりレシエクルを結成し、同学団の指揮者として活動している。同学団は、17世紀頃から、現代作品までの幅広い作品を、レパートリーとしており、演奏会の中で作品の作成年代に合わせて、ピリオド楽器とモダン楽器を持ち替えて演奏しており、来日公演を行っている。2011年から2016年まで、 バーデン・バーデン・フライブルク・ SWR 公共、楽団の主席指揮者を務め、2015年より、ケルン氏の音楽総監督とケルン・ギュルツェニヒ、管弦楽団の音楽監督を務めている。2017年からは、ロンドン公共楽団の主席客演指揮者も務めている。2020、21年のシーズンでは、音楽監督を務めるケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団の、ほか、 ベルリンフィルハーモニー還元楽団、ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団、バイエルン放送交響楽団、ロンドン交響楽団、シュターツカペレベルリンなどで、客演予定である。これまでにベルリンフィルハーモニー還元楽団、ウィーンフィルハーモニー還元楽団、バイエルン放送交響楽団、バイエルン国立還元楽団、バンベルク交響楽団など、世界の主要なオーケストラで客演している。 日本においても NHK 交響楽団や東京都交響楽団に客演している。父はオルガン奏者のダニエル・ロト。ありがとうございます。